いっぱいあるんですよ。もうそんなの喜んであれするとは。嬉しいですね。嬉しいじゃん。ファンだったからね。あ、臭いな。サンゴで本人と写真撮ってくださいよ。ただいまグローブが、用意してくれるグローブが両方とも、同じ、右と右だったそうで、ただいま近くまで取りに行ってますので少々お待ちください。いい加減だな。右と右だった改めて、要選手を紹介させていただきます。小笠原英作、クロスポイント出場する地元の選手です。クロスポイント出場の未来のエースと呼ばれていますが、現在 WBF 日本フライ級1位、先日今年の1月27日の、レベルス工業では1階級の WPF 日本スーパーフライ級が松崎きみのりとセミファイナルで戦いまして見事勝利いたしました。1階級、上の日本チャンピオンに勝利しました。現日本ランキング1位、8戦8勝無敗の選手でございます。頑張ります。大丈夫です。この吉祥寺ファイトクラブは選手が動画録画全て OK とさせておりますので、ご自身のブログですとかバンバンアップしていただいて、若い選手たちを盛り上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。那須川天心ですか。なんか有名なんですよね。あ、すごい。この試合、アマチュア含めて、初対決となりますが、ぜひ皆様、お手持ちの、ムービーで、動画、もしくは、画像をどんどん撮って、Facebook、ミクシーなどでどんどんアップして盛り上がってください。ちなみにあの動画、今 OK と言いましたけど、メインイベントの次の試合だけ、ちょっといろいろ選手の事情がございまして、この試合だけ非公開、動画の撮影、画像の公開は禁止とさせていただきます。次の試合だけ、ちょっとですね、事情がございまして、そちらの方は、公開禁止となっておりますので申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。はい、グローブの到着を待っております。少々お待ちください。ただいま、グローブが到着いたしました。お待たせいたしました。吉祥寺ファイトクラブ KFC 本日のセミファイナル2分3回戦を行います。赤コーナークロスポイント吉祥寺 WPMF 日本フライ級1位、小笠原1分経過、ハーフタイム。
おい、相手見てないわ。おい、おい、おい、なんないわ、相手の。よし、よし、いけるぞ。ラスト、サイド。はい、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 はい。英作、ラスト潰しとけ。はい、左側にして。左側にしてるからな。おい、はい、見てる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 。はい、第1ラウンド終了です。最後レベルがいきなり跳ね上がりました。ここで両選手の方々に頑張りたいと思います。頑張り上がったよ。今年を持って10分ください。俺のがね、もう盛り上がったよ。最短年齢のルール違う。プロ戦績8戦8勝全勝の日本ランキング1位でございます。青コーナー天津、チームテレビ所属、1998年生まれの14歳中学2年生です。もう息を飲むような最高レベルの攻防が繰り広げております。まもなくラスト10秒で第2ラウンドに入ります。セコンドアウト、セコンドアウト。ラウンド2。はい、集中な、しっかり集中。さあ、おい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 、ただいま防具がずれましたため、時間をストップして、調整しております。試合を再開します。はい、おい、おい、ラウンド3、ファイナルラウンド。はい、
そして木工のズレを直しております。先生お願いします。散らして散らして桜持ってお願いします。この2人に間違いなく、日本のキックボクシング界のみならず格闘技界を牽引する、大スターとなる間違いない2人です。また、階級こそ今、どうなるか分かりませんが、プロのリングでまた拳を交えることになるでしょう。非常にプレミアムな、2人です。ぜひぜひ皆さん写真を撮りになってください。2年後3年後絶対自慢できる一枚になります。あ、写メありがとう。やっぱりこれをやりながらこっちでほとんどブレてて、なかなか。それでは、現在プロの範囲、隊長たちに向かって突き進む小笠原栄作、そして、
使い将来、ただいま14歳、15歳からプロになりますので、再来年になりますでしょうか、プロのワイングで見る姿を楽しみにしたいと思います。天心、天心の名前をご理解してください。ラ選手退場。メインイベントは、まもなく開始したいと思います。お手振りと同じくらいメインイベントを開始いたします。皆様少々お待ちください。